Hello， 我是 Amy。Hello， 我是 Lee。我们是 Amy and Lee。夫です。夫です。夫です。大体、怒ってんの？え、怒ってんの？いやいや、怒ってないよ。全然怒ってないよ。いやいや、怒ってたじゃん、今。怒ってないっつってんじゃん。いやいや、怒ってんじゃん。怒ってないっつってんじゃん。テンションで言ったよね。今、つってんじゃん。怒ってんじゃん。いや、怒ってないよ。ああ、全然怒ってない。全く怒ってないな。怒ってないから、靴下を片付けよう。で、まず怒ってる、怒ってない論争で食い、もう絶対喧嘩になるわけ。ウェディングはあれでしょ？なんか。やったよ。そう、台湾でやったのよ、この二人。台湾でやりましたよ。私もいたの。私すっごいもう超絶後ろの超覚えてるよ。超絶の、え、なんで俺覚えてんの？いると思って。いるよね。いると思って。かっこよかった。ありがとうございます。うん、なんか、なんだっけ、チャイナドレスにこっちは袴だっけ？うん、紋付き袴。すっごいかっこよかった。ね、あれ、レンタルし、日本から持ってって。あ、そうなの？で、着付けのスタッフが普通ヘルプしてくれるんだけど、ね、台湾のホテルっていないから、自分で練習して。自分で袴着付けた？着付け練習して、で、しかも、その、まあ、式次第見ると、服装を変えるのは、まあ、5分ぐらいしか時間がないから、5分以内に、その着替えれるように何度も時間計って練習してみたいな。でほらすごい酒飲まされるからそうちょっと酔っ払っても着付けれるように何度も練習して俺どんどんむしろきつくなったよね。最後倍重だったよ。あ、そうなんだ、うん、え、なんで？なんかすごい見込まれた。いや、なんか最初はこの向こうは飲めるってなって、最後の方とかは倍重で1テーブルにつき1乾杯じゃなくて1テーブルにつきその1人ずつ乾杯でギッタしていかなきゃいけないから1テーブルに分かんない。なんかね、厄介な人に捕まっちゃったんだよね。チャンさん、チャンさんっていうその厄介な人がいて、チャンさん見てる。チャンさんマジでやばいよ。お父さんのお友達 でなんか、え、ちょっとアミちゃんヘルプ助けなきゃ。アミちゃん爆笑してた。アミちゃんその、え、まあ、助けないんだ。助けてたんだけど、なんか聞かないよ。なんかもう、まあ、日本人で。とにかく日本人で、うちあの、美女ちょっともらっちゃって、どうし、どうしてんだ。で、もう話通じないの、向こうも。なんかもう完全に酔っ払ってるから。そう、なんか、ワン乾杯、ワンテーブルだったのに、なんかそのチャンカツオが、イーチ乾杯とか言い始めて、イーチイーチっつって、なんか、すげえ飲まされて。この後の二次会が、その、歴史に残る、そうね。台北の大惨事を招き、テキーラ36本。35人ぐらい参加して、テキーラ36本がいて、お店のテキーラ全部なくなって、行方不明者2人、救急車1台出て、救急車は俺の弟がの、あの、飲まされすぎて、弟が吐いて、でもあれだよ、その飲まされるのは日本人が日本人に飲ましてんだよ。チャンさんはもう一人だけで、クサイスさん、我々の友達だけで行ってて、でいろんなところの知り合いがみんな混ざって飲んでるから多分楽しくなっちゃって、そう、急性アルコール中毒引き起こしそうだなと思ったもん。うん。俺も危なかった。案の定やったんだ。うん、で弟がテキーラ1本開けて。死んで、危な次の日、ションサン空港で、私ね、私もその日に帰るんだけど、お母さん見かけたわけ。え、その時多分横にいた弟がずっと袋持って吐きながらずっと。いやね、お母さんが歩いてるのずっと、しかも超絶速いスピード。あ、多分トイレ探してたの。吐くために、弟を。で、そのまま羽田着いて、そのまま救急車に乗って、で、行方不明者二人は酔っ払って、ベロベロになって、いなくなって、あいついないって言って、バーのマスターに、どこ行きましたかって言ったら、なんか、Tinder を見ながらどっか行ったよって言って。やだ Tinder 見ながらどっか行ったやつが二人いて、みんなすげえ右にスワイプしまってる。いやだったんだ。昔は月に一回ね、朝まで飲む日っていうのを決めてて、で、その日時は、何を言ってもお互いいいっていう。いいね、日頃の不満を爆発させて、俺が泣きながら、千と千尋の神隠しを朝5時に見てたっていう、全く記憶にないけど、って回もあるし。でも似てると思わなかったの。で、なんとか神。え？あ、獅子神。獅子神ね。獅子神似てる。俺獅子神様にめっちゃ似てるから、ね。めっちゃ似てる。とか、朝5時まで飲んで、なんかね、酔っ払って水、飲みたいって言うから、水飲みなさいって言ったら、飲めないって言うから、
いいから飲めって言って、お互い泥酔してて、頭からこうやって水ドバ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 ってかけて、うわーって泣いて、そしたら俺もわーってなって、二人とも寝て、朝起きたらなんかリビングびしょびしょなんだけど、何があったんだっけみたいなって、ちょっと落ち着いて考えてみようってなって、そしたらアミちゃんの頭がびしょびしょだったから、あ、俺多分頭から水かけたわ、つって。私泣いたわ、つって。で、アミちゃんそれを覚えてんだ。覚えてる。よかったね。水をかけられちゃった。当時だってアミちゃんの方が給料も高くて、俺つけた当初20万借りてたのよ。金なくて貧しくて、うんうんうん、で、まあ、戦友で頑張って、まあ、借金も返し、まあ、今なんとか僕もねお給料いっぱいになったから、なんか成長した感はすごいあるよね。伊藤君の成長著しいな。著しいでしょ。そう、素晴らしいよ。素晴らしい。でも生理のこともちゃんと気づいてくれたりしたでしょ。そう。ああ、はい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 、そうそう。日本だとタブーだから ね、 そういうの。そうなんだよ。なんか私もそういえば気づかないうちに自分も言わなくなったけど、そういえば台湾では普通に今日生理だけどとか言ってた。それなん、多分日本だとこうその女性の血がこう汚らしい、そう、汚れとして扱われてたから、うん、そうそうそう、言わないんだと思うんだけど、言った方が平和だと思うけどね。ねね。全然知らない文化があるのがもうとにかく超面白い。ポンパオは用意するわけ、その一緒に帰るときは、まあ、一応ね、親とババアに、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃんはもう90何歳、おばあちゃんすごい、おばあちゃんとすごい仲いい。おばあちゃんと超仲いい。日本語喋れるか。そうそうそう、すごい寝てるの、いつも行くと。まあね、90何歳。そうで、寝てるタイミングでずっと目を起こすまで目の前で俺行って、おばあちゃんって言ってパッて目を開けると、おばあちゃんなんか誰みたいな。日本語誰、この人誰みたいな顔して、おばあちゃんがすごいテンパるのが毎回面白いから。ちょっとかわいそう。おばあちゃん起きて、おばあちゃんつって。誰、こんにちは。こんにちは。かわいい。あ、それはじゃあなんかおばあちゃん家にわざと行くわけ。行く行く。そう、おばあちゃんから台湾に住みなさいっていつも言うね。いつ台湾に来るのみたいな。台湾に住んだらこの指輪をあげよう。なんかマジメリケンサックみたいな指輪してんの。いっぱい、ね、本当にゴワーって。でそれ全部くれんのって思って。全部はくれない。くれるのって思って。なんか一回ちょっと長めに休み取って俺台湾に住むからっつってくれるよ。もらってもらってからまた帰ればいい。すごいのよ指輪が。すごいね。親戚いっぱい来るじゃん、その、うん、お正月。それでも対応できる、うん、全然ニコニコしてる。そう、それがすごいすごいの。まあでも向こう殿はいいポジションじゃん。いっぱいご飯食べれば大体もらえる。そう、そう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 、確かに。いっぱい食べさせすぎだよね。まあね、台湾食べさせる食べさせる。まあ、親戚10人ぐらいのテーブルです。最後余ったら全部俺の来る、うん、なんか、回して、うん、食べろみたいな。男は食べるでしょうみたいな。そう。そう。これぐらい食べるんでしょう。食べたくないよって思ってんだけど。だから、あれなの。前半でもうお腹いっぱいなの。もうクラゲの段階でお腹いっぱいなの。俺とにかくクラゲばっか食わされるの、毎回。大量のクラゲが来て、その後に魚とか肉とかあるんだけど、そこにたどり着けないの、いつも。クラゲね。そう、ビールとクラゲ。もう、あ、すごい。クラゲいっぱい取って。クラゲと蒸し鶏。もう、食べたい。うまいよ、美味しいよ。うん、でも、クラゲだけでお腹いっぱいなの、俺も。で、なんか、なぜか、その、絶対ビールは飲みたいんだろう、日本人って思われて。ビールも、ね、ビールで、ね、うわー、うわー、すごい。だから、台湾で、つらい。台湾の味はもうビールとクラゲなの。それじゃないんだけど。直してほしいところ、うん、うん。もう、ある、全然ある。絶対に一個は、我が家にあるルールがあって。うん。酔っ払いたるもの、酒飲みたるもの、シャワーを浴びずにベッドに入ってはならない。うん、酔っ払ったって言って、ベッドに入るのは絶対ダメ。ちゃんとシャワー浴びなさいって言うんだけど、まあ、絶対守れないよ、この人は。いや、最近守って。いや、守れ、全然守れてないの。一時期守れてないだけだから。全然守れてないので、守れなかった場合は、守れなかった時の様子を写真に撮って、アルバムに保存するっていう。だから、俺の携帯の中には、アミちゃんが、酔っ払いアミちゃんの。クローゼットの中で、なんかこんな。クローゼット？クローゼットの中で倒れて、多分、着替えなきゃ、
着替えなきゃ、着替えて心はなんか そっちには向かってそうで、手をこう階段の方に伸ばしてる写真とかあるのお風呂場の方にそう気持ちはだからクローゼットで着替えてお風呂場に行かないと怒られるっていうのがあるんだけど、途中でそうなんかもうこのままってなってる写真とかいっぱいあるんだけど、それは直してほしいなと思う。あとその場合は、まあ、怒っていいわけです僕は、うん、で、おいって言うと、もうその時は結構寝てる、2時間ぐらい寝てるからもう3時過ぎなの、がっつり寝てるんだけど、ちょっと寝てただけですよって顔するの。え、あ、はいはい、え、はい、お風呂っすよねみたいな。いや、がっつり寝てたじゃん、酔っ払ってた。いや、なんか、ちょっと目、長い瞬きぐらいの感じでいいの。長い瞬き、長めの瞬きしてましたみたいな、なんか。え、あ、あ、お風呂、大体お風呂、いや、入ってくるわ、お風呂みたいな感じで出すのよ。嘘つけって思うのよ。がっつりうつぶれてたじゃんって思うんだけど、それは良くないなと思うね。せめて、あ、ごめん、寝ちゃってた、寝ちゃってた。ごめんね、お風呂入るわっていう感じを出せばいいんだけど、お風呂、お風呂入ろうかな、なんか。みたいな感じは本当にやめた方がいいと思うよ。うん。いやいやいや。うんって。はい。うんじゃないよ。直してほしいとこ、まあ、物出したら閉まってほしいね。そうだね。それはやった方がいいね。普段、平和な時は、戻すの。なんか言うのめんどくさいから、もう自分から戻してんだけど。うんうん、たまになんか、イヤイヤしてると。なんかまた出しっぱなしで、そうだね、それは良くないなと思う。あとマスクをあちこちに置く。そうだね。まあでもそれぐらい全然平気よ。もう平和だね。平和だ。うちも確かにマスクあちこちに、ね、あちこち置かれて、置いちゃうよね。でこれ捨てていいって言ったらって言われる。うん、でもなんでこれ、だってさ、これ、ま、これ絶対捨てていいような紙のマスクだよねと思う。それはね、そのあるの男の子。なんでこれなんで捨てちゃいけないの。あるんだと思う。と。まあだから短時間使って、そうなの、ちょっと使った。もう一回使おうと思ったんだなとは思うけど、それでも別にマスク足りてなくないからさ、そうなんだ、いっぱいあるのに。そう。やっちゃうね。なんでだろう。ね。ね。まあでも、そのぐらい、いやでもいい夫婦だ、本当に平和です、すごい本当にいい夫婦ありがとうございます、末永くお幸せ、ありがとうございます。まああとお酒を飲みすぎない方がいい、ね、そうそうそう、本当にそう私が言うのか、うん、はい、いやいや、そうそう、説得力ある、うん、あるよねあるよ、すごいある、うん、はい、あのみんななんかさ、伊藤くんになんか聞きたいことあればどんどんコメントしてくれれば聞くよ。全部答えまーす。本当にさ、ここだけ見るとさ、獅子神だよね。獅子神超似てんだけど。本当だ。全然似てる。すごいね。というわけで。というわけで。また来まーす。あ、また来るんだって。ありがとう。